もゆうきです。今日この動画では東京競馬場のコースの特徴を解説していきたいと思います。東京競馬場の基礎と芝コースの特徴とダートの特徴を、それからそれらを踏まえた上で注目していきたい馬のタイプという感じで4つのトピックに分けて解説をしていきます。東京競馬場では天皇賞秋とかジャパンカップとかダービーとか、ダートだとフェブラリーステークスとかね、かなり多い数のこの大きなレースがね開催されてます。東京競馬場の予想をする際はぜひこの動画も参考にしながら予想してみてください。それでは早速内容に入っていきたいと思います。まず東京競馬場の基礎なんですけど、左回りのコースを使用している東京競馬場ですが、芝は ABCD という感じで4つコースを用意されてます。で、高低差とか直線の距離は一緒なんですけど、この周回距離がね若干違うんですけど、ほぼ差がないのでまとめて一緒くたでもう言っちゃおうかなと思います。周回距離がだいたいどのコースも一周約 2100m ぐらいです。200m 前後でおんぼってもらえるといいかなと思います。で、高低差はどのコースも一緒で 2.7m あります。直線の距離は 525.9m、 結構長めのコースですね。で、ダートの方は一周が 1899m あります。で、高低差が 2.5m です。で、直線の距離が 501.6m っていう感じで、こちらもねめちゃめちゃ大きなコースになってます。いろんな大きいレース G1 とかもねやってる競馬場なので、起伏のレイアウトっていうのもかなり独特で、いやこれを無視してしまうとちょっと予想もねうまくいかないんじゃないかなって正直思います。とにかく他の競馬場とはねなんか別格感がある競馬場だなって感じました。ではそんな東京競馬場なんですが、芝コースの特徴からねお伝えしていきたいと思います。まず芝の起伏を見ていきたいんですけど、ゴール板をね起点として見ていくと、1コーナーから向こう上面の半ばぐらいまで長い下り坂があります。これが高低差 1.9m です。高低差 1.9m のね下り坂がこんだけあるので、かなり緩やかな下り坂って思ってもらえるといいと思います。これを下り切ったところで、次3コーナー手前のところで高低差 1.5m の上り坂が出現します。これ上った後が 70m ぐらいね平坦になってます。で、この平坦を通過した後は3コーナーの途中まで一気に下る感じになってます。ほんで4コーナー手前から地味に上りながら直線に入っていく感じです。ほんまに地味に上ってます実は。で、直線入って残り 460m ぐらいのところから残り 300m 地点まで約 150m ぐらい、ここで高低差 2m の坂が待ってます。上り坂です。まあね、中山とか阪神に比べると高低差っていう意味ではマシなんですけど、とりあえずその高低差 2m はね結構ありますんで、しかも 150m でそれを上らないといけないので結構きついかなと思います。で、ポイントはこの坂を登り切った後にまだ直線が 300m あるんですよ。中京競馬場を思い出しますね。一周の中でこうアップダウンが2回あるので、それは福島と一緒なんですけど、もうスケールで言うとねもう全然違いますね。福島とは二回りぐらいでかいイメージで、まあローカル競馬場と違ってこのカーブっていうのは結構こう緩やかなカーブなので、そのコーナーでねなんかごちゃごちゃするっていうのはあんまりないかなって思います。では次は東京競馬場のダートの特徴を見ていきたいと思います。レイアウト自体はね芝とほとんど一緒なので、まあ、そんなに解説はいらないかなって思います。ただこの直線のね、最後の坂っていうのが高低差ダートの場合は 2.4m になります。これはね芝よりもかなりきついレイアウトになってるので、より一層タフさっていうのは要求されるかなと思います。ダートやのに、ダートやのにっていうのも変やけど、まあ、直線がね 500m 超えなので、本当に日本一のスケールかなって思います。この直線 500m あるっていうこともかなり予想にはね影響してくるので注意していきましょう。あとフェブラリーステークスとかで使われるダート1006のコースっていうのは芝スタートになる、のでそこも、注意ポイントです。ではそんなことを踏まえて東京競馬場で狙っていきたい馬のタイプ紹介したいと思います。芝とダートの特徴を踏まえた上で東京競馬場で狙いたい馬はトータルバランスがいい馬です。特にスタミナとスピードと末脚、この3つに注目してバランス見てもらえるといいかなって思います。コースレイアウトを見るとね、東京競馬場ってマジで福島と阪神と中京と新潟、この4つをなんか合成して
したみたいな作りやなって思うんですよ。え、本当にマジ で高低差もあるし、アップダウンも一周で2回あるし、ラスト直線で高低差ある2メートルの坂バンって登ったと思いきや、その後さまだ300メートル走らなあかん。この残り300メートルを失速せずにちゃんと走り切れるかっていうところもやっぱ鍵になってくるじゃないですか。っていうことはやっぱスタミナが問われるのは当然なんですよ。で、これは距離が短いレースになればスピードも問われるし、直線は一緒なのでスタミナも問われてくる。で、直線が長いので、とにかく新潟の次に長いんかな、新潟の外回りの次ぐらいに長いので、もちろん末足勝負になりやすいです、傾向的にはね。なので、その末足ちゃんと発揮できる馬なのかっていうところもやはり重要視していくべきかなと思います。だからスタミナとスピードと末足とこの3つをね、バランス見てもらって予想していくと結構精度は上がるんじゃないかなと思います。ではこの動画、東京競馬場のね特徴をまとめましたけども、みんな参考になったでしょうか？参考になったよって方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。他の競馬場もコース特徴をまとめているので、そっちもぜひ見てみてください。競馬友達いる人はこの動画はぜひシェアしてあげてください。それでは他の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。現在私の公式 LINE では、初心者でもわかる競馬予想方法をまとめた競馬ガイドブックと、競馬する人なら誰でも活用できるシンプル軸馬という2つのコンテンツを無料配布しています。予想にもう一パンチ加えて決め手が欲しい方や、とにかく競馬をもっと楽しみたいという方は概要欄から公式 LINE に登録してください。これまで2000名以上に配布してめっちゃ参考になったってたくさん感想をいただいてます。毎月50名限定配布になってますので、早めに受け取ってね。